こんにちは、お久しぶりです。ゆうです。また私と一緒に英語の発音の練習をしていきましょう。今まで3つほどレッスンを作ったんですけれど、だいぶ前になりますがすいません。日本語にはない英語の音ということでやってきました。今回はですね、個々の音をちょっと離れて、こう全体的に見て、結構これを守れば英語っぽく聞こえるっていう、その秘訣をやってみたいと思います。今日のテーマは母音と子音です。母音がバオ、子音がコンソナントって英語で言うんですけれど、皆さん学校でローマ字を習うと思うんですけれど、その時にやったかな。ローマ字って、母音アイウエオですね、か、子音の後に母音が来るっていう、この組み合わせになってやると思うんですが、どうも日本人はそれの規則に従って英語も全部こうローマ字読みしてしまうっていうところがあると思うんですね。聞いたことあるかな。っていうのは、日本語は必ず、母音か、あるいは子音母音っていう組み合わせなんですよね、音がね。ただ英語の場合はもちろん母音だけの音もあるし、子音母音っていう組み合わせもあるんですけど、子音だけっていう音があるんですね。でそれが日本人の人かなりネックになってしまう場合があります。でどういうことかって言いますと、母音って、ごめんなさい、あいうえおってさっき言ったんですけど、英語の場合、あえいおうって言って基本的には同じ音なんです。ただ母音の中で、ただあでもいろんな種類があってとか、なんかあとなんかうの間のような音とか、こういろいろその中で種類があるんですけれど、アルファベットで書くと基本的にあえいおうになり、これがになります。で、例えば例ですね。英語でおはようっていうときに Good morning, Good morning って言いますね。で、これローマ字読みをしてしまうと Good morning, Good morning になりますね。で、この Good morning をどうやったら英語らしく Good morning に変えれるか。で、一番の簡単な大切なところは、母音が入らないところにそれを入れないっていうことです。で、綴りを見てもらったら分かると思うんですけれど、最初のやつは一単語 good ですね。これ D の後に何も入ってないですよね、母音ね。ってことはここに母音いらないんですよ。だから good って言ってしまうと、ここに D が、D の後に O が入ってるっていう発音をしてるんですね。とすると聞いてる方は、グッド、何それってことになるんです。なので、グッド、 D の後にこの何も母音を入れない。でもう一つのモーニングの方もそうです。モーニングって言ってしまうと、最後の G の後に U が入ってるような音に聞こえて、聞いてる方にはんとなりますので、ここはモーニングになりますね。なので、例えば、グッドモーニング、それをグッドモーニングって言っただけで、ちょっと英語っぽく聞こえませんか？グッドモーニング。だから、その、入れない、母音を入れないところに入れちゃいけないんです。あと、もう一個ぐらいやってみましょうかね。いつも思うんですけど、人の名前って結構難しいですよね。で、よく、誰の名前がいいかな、一番よく知ってるって言ったら、例えばマイケル・ジャクソンとかいますよね。ジャクソンっていう、よく知られてる名字なんですけれど、ジャクソンさんいます。これカタカナ読みっていうか日本語読みするとジャクソンって言っていますね。で、ジャクソンの空の後に CK で綴りがありますが、ここすぐ S になってますよね。ってことはここ母音入ってないんですね。ということはジャクソン、ジャクソンという発音になります。違い分かりますか？ジャクソン、ジャクソンということになります。で、もちろんそれだけで英語
に聞こえるかっていうとそうでもないと思うんですけれど、かなり上達はすると思います。でもう一つ今ちょっと聞いててうんと思ったんですけど、ジャクソン、ソンとも言ってないんですね。でこの母音の中でちょっとまあオタッキーな話になるんですけれど、辞書を引いたら発音記号って出てくると思うんですけれど、その中にねこの小文字の E をこう逆さにしたような記号があるの見たことありませんか。これ用語で手話、手話、手話って言うんですけれど、これね英語で言うとこう neutral vowel って言って、なんかねどこにも属さないこう曖昧な母音っていうことにいう意味なんですが、どういうことかっていうと、別にあーでもいいでもうーでもえーでもおーでもない。一番簡単なやり方はこう、もう超疲れてもう口が動かない、もう寝起きとかもう もうなんか何も言いたくないけどなんか声出さなきゃっていう時にあーああっていうような、これが基本的にねそういうことです。だからはっきりねこう何の音っていう母音じゃないんですけど、とりあえず母音の音を出してみた。もう口全くこう力入れないでね、こうああみたいな感じです。聞こえ、私の耳にはですね、日本人の私の耳にはなんかあーとねうーの中間かなっていう感じがするんですけれど、そのジャクソンさんの名前でソンっていう時にソンっていうとこうすごくはっきり O が聞こえてますね。その O、 それは O じゃなくて、まあ、何でもいいけどとりあえずこのもう曖昧な母音を入れたらいいんですね、ここね。なんていうかと強調されてないんで、ここのスンっていうところは。ということでジャクソン、ちょっと違い聞こえますか。 O で発音してしまうとジャクソンになりますね。これが手話で発音するとジャクソンになります。ということで今日は母音と子音の組み合わせで、いらないところに母音を入れないなりっていうのが一つと、あと強調されてない母音はよくこう手話で置き換えられるという、この2つのことを覚えておいてください。どうもありがとうございました。また次回のレッスンでお会いしましょう。じゃあねー。 See you again soon.